いたします。今日はいろは歌について、考えてまいりたいと思います。いろは歌は日本人であれば誰でも知っている、ひらがなのお手本です。昭和21年生まれのあるお方に聞きましたら、もう戦後はあいうえおで、ひらがなを習ったと。いろは歌で習ったのは戦前の小学校ではなかろうかとこうおっしゃいました。まあそうかもしれません。現代仮名遣いでは使わない字が2つ出てまいりますので、戦後教育の教材ではないですけども、今申しました通り日本人では誰でも知っている歌ですね。これは平安時代中期から鎌倉時代に流行りました今ようかという形式の歌で、夜叉節半夏という16文字の経典解説だと言われております。あまりにもそれ解説が素晴らしいので弘法大師の作ではないかと長年言われてきました。現在でもそのようにおっしゃる方ありますが、これは現在では否定されております。国語学的に合わない。弘法大師は西暦835年にお亡くなりになっておりますので、このいろは歌の一番古い写本が1079年だったようにちょっと記憶するんですけれども、それが真言宗の経典の解説書にございますので、そういうところで弘法大師と言われてたんですけども、まあそういうことだそうです。それでこれをですね、漢字混じりに書きますとこうなります。色はにお江戸ちりぬるを我が世たれぞ常ならん、ウイの奥山京を越えて朝き夢にじ酔いもせず。で、色はにお江戸ちりぬるを、でこれはまあ私の勝手な解釈でございますが、これは梅の花ですね。梅の花は匂うけど散ってしまった。我が世たれぞ常ならん、この私たちの世の中は、死なない人がいるだろうか、常にある人がいるだろうか、いやそうではない、みんな最後を迎えるんだ。ウィの奥山今日越えてと、ウィというのは現実世界、欲の世界ですね。奥山、人生の荒波、今日を越えて一生懸命今日もこれを乗り越えて、朝き夢みじ酔いもせずと申しますのは、まあ、まあ、酒飲んで酔っ払うなという意味もあるかもしれませんが、妄想に振り回されずにしっかりフラフラせずに生きていきましょう、まあ、こういうことであります。この最後が大事ですね。最後の2行が大事ですね。でこれは元の諸行無常是生滅法消滅滅異弱滅異楽、これの解説だと先に申しましたが、この諸行無常是生滅法というのをブッダが菩薩の修行をしていた時に、夜叉、まあ、夜叉というのはまあ仙人みたいな例えでございましょうか。仙人からこう聞いた。で、後半を教えてくれって言ったら教えないって言った。そしたら、ブッダが、じゃあ私の好みを捧げるから教えてくれって言ったら、そんなら教えようと。まあ、伝説ですよ。伝説ですけども、ですから後半が大事なんで。己という字に似てますが、これ終わると読みます。消滅を滅し終われば弱滅をもって楽とする。生生きるとか死ぬとかということをすでに、解決すれば
それがニルバーナであって幸せを招くと、安心を招くと、まあこういう意味です。でこうなると、あ、なんか消滅を召し終わるとは大変難しいことではないか、凡人にはなかなかそんなにブッダのようにすぐ悟れない、まあこうおっしゃるかもしれません。でこれは禅の上で考えますとですね、生き方から申しますと、消を滅を滅し終わるということは二つに分けないということです。物事を二つに分けない、それはどういうことかと言いますと、あなたと私を二つに分けない、親と子を二つに分けない、いろいろあると思うんです。仕事と自分の人生と二つに分けない、このあなたの気持ちを自分の中に入れて行動をする、まあ、これです。お母さんとそれから子供、まあ、父親と子供もそういうことが言えると思うんですが、分離して物事を判断するとうまくいかない。一緒になって取り組めば物事は幸せを招く、まあ、このように捉えていいかと思います。これが海の奥山今日を越えて現実の多難な社会を今日乗り越えて、フラフラせずに一生懸命生きていきましょうというんですね、こういうブッダの教えの根幹をなすところと申し上げてよろしいかと思います。ブッダの教えは一生懸命生きるというこういう励ましであります。このように紹介しまして、いろは歌のお話をひとまず終わります。ありがとうございました。